東京宮古心のターミナル駅新宿を起点とする関東大手私鉄小田急電鉄。この私鉄は神奈川県西部や東京の多摩地区などへ路線を伸ばし、さらに箱根登山鉄道や江ノ島電鉄などを傘下に持ちます。特急ロマンスカーが一般的にも小田急の有名なところだと言えますが、今回はとある通勤形車両を紹介します。画像は小田急の通勤形車両の一つ、線形電車です。現在こそ小田急線と一部が箱根登山鉄道線で使用されていますが、かつては営団地下鉄、現在の東京メトロ千代田線にも乗り入れており、小田急線の沿線街でも見ることができた車両でもあります。はじめに、登場の経緯から簡単に振り返ってみます。時は1980年代、小田急に在籍する通勤形車両は、今でこそ多くがステンレス車体ですが、この頃は全車両が銅製車体に塗装され、クリーム色に青い帯といった姿でした。2021年現在は、8000形のみがこの姿です。1987年には小田急は60周年となり、これを記念として新型の特急ロマンスカー1万形アイスが登場、合わせて新型の通勤形車両線形を登場させることとなりました。線形は小田急で初めて無塗装のステンレス車体となったほか、 VVVF インバータ制御など新たに採用された技術の多い意欲的な電車となりました。登場当初は小田急線内でも未運用されていました。1987年に登場したから増備が続けられる中で、営団地下鉄千代田線へ直通する編成も登場し、千代田線内は綾瀬までの直通です。一方で混雑対策として客用ドアの幅を広げたワイドドアとしたタイプも登場し、こちらは液晶による旅客案内や自動窓など試験的要素の強い車両となりました。ワイドドア車と呼ばれています。初期車はドアチャイムや LED による旅客案内装置がなかったものの、後に備えて車両が増備され、1992年まで増備されました。その後の増備は、後継ぎ車種である2000形に受け継がれています。最終的に1000形は、ドアの幅が一般的なタイプの車両が、4両編成19本、6両編成6本、8両編成1本、10両編成4本、ワイドドア車が、4両編成6本、6両編成2本の合計196両が製造されました。なお、ワイドドア車は後に6両編成6本の組み替えれています。増備終了後の変化として、ワイドドア車はドア幅を当初の2メートルから 1.6 メートルに狭める改造、先ほどの編成組み替えが行われています。2001年頃からは VVVF のソフト更新が開始され、起動、停止時のモーター音が変化しました。これは110年かけて行われました。2008年には一部の4両編成が箱根登山鉄道の車両に準じた灯色であるレイキシュカラーとなり、主に箱根登山鉄道線で使用されています。2007年に千代田線直通に対応した4000形が登場して以降は全形の千代田線直通が減っていき、2010年には完全に撤退しました。千代田線への直通から撤退して以降は小田原線、江ノ島線、多摩線の小田急全線と箱根登山鉄道線小田原箱根湯本の間で運用されています。登場後様々な変化があった線形であったものの、2010年代に入ると1世代までの形式である8000形のリニューアルが進んでいることもあり、車内設備が他の車両と比較して見積もりするようになってきました。8000形のリニューアルが2013年度に完了したことから、2014年度より8000形の次に登場した通勤形車両である線形のリニューアルが始めることとなりました。そしてこのリニューアルはかなり大規模なものとなりました。外観上は行き先表示器が字幕からフルカラー LED となり、全商品は非常に明るいタイプとなりました。連結器も2段式のものとなり、スカートは大型のものとなりました。これにより前面のイメージは大きく変わっています。側面は客用ドアが複層ガラスとなったことから印象が変わり、非常に丁寧に清掃されたためか綺麗になり整った印象を受けます。一方、車内は徹底的に更新されています。化粧板、座席、床、袖仕切り、荷棚、窓、ドアに至るまで全て交換されているほか、ドア上には液晶による旅客案内装置 LCD が設置されました。さらに客室照明はカバー付きの LED となり、冷房装置は出力が更新前よりもアップされ、快適な車内になりました。2014年度当時の最新の通勤形車両は4000形であり、4000形よりもレベルが高いこの客室は非常にインパクトがありました。
足回りは VVVF が更新され、世界で初めてシクオと呼ばれるモスファトニーによる VVVF を採用したことが特徴であり、省エネ関連の賞を三菱電機と共同で受賞しています。さらに更新前が従来車との連結を考慮した旧式の電磁直通ブレーキであったところを一般的な電気指令式ブレーキに改造され、情報装置シャイオスも設置されています。このように前面の造作などは変わっていないものの、リニューアル工事後は別形式と呼べるほど改造された姿となっており、ここまで徹底的に更新されるのは珍しいと思います。この改造工事は2014年度から2021年度までにワイドドア車を除く一般車160両に施工される予定とされました。だが実際にリニューアル工事が始まると、そのペースは非常にゆっくりとしたものでした。基本的に年に2編成、平均して約10両ずつくらいのペースであり、1年ごとに少しずつリニューアルされた線形が増えていく感じです。リニューアルに時間がかかっている要因としては、非常に大規模であることから、時間やお金がそれなりにかかっていることが想像できます。実際に2021年度までにリニューアルを終えるのは難しい状況でした。2014年度のリニューアル発表時からワイドドア車が対象外となっていたこと、そしてホームドアに対応していないことから、近い将来の廃車が予想されていました。一方、一般車は全車両のリニューアルが確実に行われるとの見方が多かったです。2020年には12年ぶりとなる新型通勤形車両5000形が登場しました。4000形から車体構造など全て変わっており、全く新しい電車です。ワイドドア車はホームドアに対応できず、また1世代前の8000形には6両2本のみ開示直破制御のままとなっている車両が在籍しており、それらの車両が優先的に置き換えられると予想されていました。2020年6月30日、5000形の増備により、リニューアル予定であった1000形のみ更新車、1081F が運用を離脱、一部を残して廃車となりました。リニューアル対象であったことから、計画の変更は確実のものとなりました。やはり、リニューアルが大規模であったことから、コストがかかり、新型車両である5000形を製造するのと1000形をリニューアルするのでは、そこまでコストが変わらないという事情があると想像することもできます。そして2020年8月には 1054F、 10月には 1068F が廃車されました。2021年1月現在、4両編成7本、6両編成3本、10両編成1本が未更新で残っています。10両固定編成の 1092F を除き、残る未更新の一般タイプは今後も5000形が増備されるため、予断を許さない状況です。ワイドドア車や8000形の開示直破制御車も近いうちの廃車が予想されますが、同時に1000形一般タイプも危ない状態です。リニューアル工事が今後どこまで進むのかも気になります。結果的に小田急1000形は、当初リニューアル予定であった車両が計画変更で廃車となるなど、運命が分かれる結果となりました。しかし、リニューアル車はすでに多くの車両が車弱い30年を超えているものの、徹底的に改造されているため、今後も末永く走ると思われます。今後も1000形の活躍に期待です。